歴代史第125章また、ダビデと軍の長たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、縦ごと,とこと,とシンバルに合わせて予言するものとした。仕事に就いた者の数は、その奉仕に従って次の通りである。アサフの子では、ザクル、ヨセフ、ネタンや アサルエラ。これらはアサフの子で、王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについて。エドトンの子は、ゲダルや、ツェリ、エシャや、シムイ、ハシャブや、マテテヤの6人。縦ごとに合わせて主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトンの指揮下にあった。ヘマンについて。ヘマンの子は、武器や マタンヤ、ウジエル、セブエル、エリモテ、ハナンヤ、ハナニ、エリアタ、ギダルティ、ロマティエゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、オティル、マハジオテ。これらは皆王の先見者ヘマンの子で、神の言葉を通して王の角を高く上げる者たちであった。神はヘマンに息子十四人と娘三人を与えられた。 これらは皆、その父の指揮下にあって、シンバル、と盾事を手に、主の宮で歌を歌い、王の指揮下に、神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら、および主に捧げる歌の訓練を受け、皆達人であった彼らの同族の数は、288人であった。彼らは、下の者も上の者も、達人も、 弟子も、皆同じように任務のためのくじを引いた。第一のくじは、アサフに属するヨセフにあたり、第二はゲダルヤにあたった。彼と兄弟たち、子たち、十二人。第三はザクル、その子たち、兄弟たち、十二人。第四はイツェリ、その子たち、兄弟たち、十二人。 第5はネタンやその子たち、兄弟たち、12人。第6はブキやその子たち、兄弟たち、12人。第7はエセルエラ、その子たち、兄弟たち、12人。第8はエシャヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第9はマタンやその子たち、兄弟たち、12人。第10はシムイ。 その子たち、兄弟たち、十二人。第十一は、アザルエル、その子たち、兄弟たち、十二人。第十二は、ハシャブヤその子たち、兄弟たち、十二人。第十三は、シュバエル、その子たち、兄弟たち、十二人。第十四は、マテティや、その子たち、兄弟たち、十二人。第十五は、エレモテ、 その子たち、兄弟たち、十二人。第十六は、花ンや、その子たち、兄弟たち、十二人。第十七は、よしゃべかしゃ、その子たち、兄弟たち、十二人。第十八は、花に、その子たち、兄弟たち、十二人。第十九は、マロティ、その子たち、兄弟たち、十二人。第二十は、エリアタ、 その子たち、兄弟たち、12人。第21は、ホテイル、その子たち、兄弟たち、12人。第22は、ギダルティ、その子たち、兄弟たち、12人。第23は、マハジオテ、その子たち、兄弟たち、12人。第24は、ロマムティエゼル、その子たち、兄弟たち、12人にあたった。